メイ姉様、キアナ、ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった、あなたも無事だったのね。メイ姉様、準備完了。走行通路確認済み。準備が完了したよ。標準補給チケットを配布したよ。初申請が確認されたよ。申請開始。バルキリーちゃんが来たよ。レベルアップ忘れないでよ。装甲はそれぞれ特徴が異なるよ。重装ウサギ 19C、 今は休んでる場合じゃない。経験値チップを使用すると早く強化できるよ。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃって。重装ウサギ 19C、 アブノビット。艦長、サブスキルを確認できるようになったよ。ここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。新しいバルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。ブローニャは戦うこと以外何もない。ヤッホアイちゃんが教えた太鼓相性、まだ覚えてるよね。キャラと敵にはそれぞれタイプがあるの。機械、生物、異能の3タイプだよ。3タイプは昇格するよ。機械は生物に有利、生物は異能に有利、異能は機械に有利だよ。今いる敵は機械タイプだから、異能タイプのバルキリー、戦車がおすすめだよ。ブローニャ、作戦地点に到着。ファイヤー。
攻撃開始。 S 級戦術ファイア、ボイドエクスプロージョン。艦長、バルキリー戦車の必殺技得意点は少し特殊など。敵に大量のダメージは与えられないけど、敵を一箇所に食い寄せて他のキャラが攻撃しやすくしてくれるよ。だから必殺技を発動したらキャラアイコンをタップして他のキャラを出場させて敵に追撃しよう。キャラを切り替えてもバルキリー戦車は必殺技が終了するまでフィールド上にいるよ。艦長、次の目標は何ですか？了解です、艦長。システム警告、危険指数上昇、ファイア射撃開始。ファイア、ファイア射撃開始。無双モード全開、目標イエーイ。ファイア、ファイア、ボイドエクスプロージョン。
コイン回収完了。任務完了。待機モードに移行。危機に対応するため、聖魂の力が解放されたよ。重装ウサギ 19C 今は休んでる場合じゃない。聖魂を装備することで HP や攻撃力などがアップするよ。それと聖魂をセットで装備することでセット効果が発動するんだよ。初めてだから愛ちゃんが教えてあげたよ。シャーロット B を見つけて装備してみよう。そうそう、これだよ。ワンスイート。艦長、重装ウサギも艦長と一緒に遊びたいと言っています。感情の波動に異常を検出。ブローニャは壊れているのでしょうか。メイ姉様は言っていました。頭の運動をするといい時間つぶしになると。